皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。道楽親父です。今回は番外編ということでブラインドの取り付けをやっていきます。ネジで留めるだけなんですが、ちょっとうちの窓枠、なんていうのかな、サッシのこう、窓枠の部分が15ミリぐらいしかなかったんですよね。でそのブラインドの留め具、それが留められないということで、板というかキッチンシンクの魔改造編でかなり多用した半抜きですね。 15×45 かな、これちょうどいいというか、それしかなかったんで、それを窓枠の部分に取り付けて、このブラインドの留め具、これを今つけたところですね。こんな感じでやりました。この半抜きの部分は塗装すると思うんで、その時に濃いめのニスかなんか塗っちゃいます予定本当に塗るんかな、そのうちやるかもしれませんこのブラインドなんですが、185の108、とにかく大きなやつで重いんですよ。これ一人でよく、簡単そうにやってるけどね、結構手こずってますブラーンってね、かなりこれ見てる以上に結構難しいですよ。この手の作業は2人1組での施工をおすすめします。今日妻が休みなので1人でやってます。でも実際の作業としてはこれ結構簡単なんですよ。このなんていうのかな、ブラケットみたいなのを取り付けてパッチンって、ただなんていうのかな、本当パチンって止めるだけです。4箇所本当にとにかく簡単。初めはね、カーテンレールをつけようかなと思ったんですけど、カーテンレールつけて、で遮光カーテンとレースカーテン全部合わせたらブラインドよりもはるかに高くなっちゃうんでね、安くて見栄えよくっていう感じでね、ちょっとおしゃれっぽくなったような気がしますおしゃれなのか。で動画の制作かなり前後してますが、これクロスも貼り終わっちゃってる。とりあえず部屋は実は完成してます。動画の編集が追っつかず、この簡単などうでもいい番外編から編集しておりまして、楽な方と、悪い性格で、いい性格なのか、ズボラな性格で、本当に編集本当大変ですよね。皆さんかなりやっぱり苦労されてるのかな。私もヘトヘトです、編集で。とりあえずブラインドつけて、住めるような、住み始める当日かな前日かな、その作業なんですが、目隠し必要だということで急遽、引き戸なんですけど、その扉がちょっと汚いんだけど、それはまだやってなくて、おいおい、時間を見て扉の方の、リメイクというか、ちょっと汚い部分の補修をちょっとやっていこうかなということで進行状況なんだです。私ね、ブラインド実は好きなんですよ。昔太陽にほえろで石原裕次郎だっけ、チラって見るやつ、あれいいな、かっこいいなってちっちゃい頃見てました。じゃねえや、西部警察だ。西部警察はね結構好きでした。車が好きなんです、私。車、バイク、何でも好きなんで、乗り物大好きなんですけどね、電車も大好き、いろいろで西部警察結構いろんな車出てきますよね。30のスカイラインだとか Z だとか、本当大好きで、ただ車のシーンが好きな、私格闘シーンとか大嫌いなんですよね。あんまり好きじゃない、大嫌い嫌いです。ブラインドもしない。これブラインド木製じゃないんですよね。これ樹脂なのかな、樹脂製のブラインドなのでね、有名なワンシーン、石原裕次郎のワンシーンを再現することはできます。部屋らしくなってきて、テーブル椅子を置いて、で時計を、これもちょっとね、壁作る動画をご覧になった方は分かると思うんですが、これ釘本当打てないというか、本当に刺さらない壁なんですよね。なので時計をぶら下げるブラケットというか、この
いや、まあ木片ですよ。木片をつけて、まあ、ぶら下げるんですけど、えらいなんか高い位置ついちゃってちょっとかっこ悪いんですけど、まあ、そのうち直すかもしれません。まあそれはまあ動画には上げないと思うけど、とりあえず時計つけてみました。まあその他の部分です。あとですね、どなたかご存知の方はご教示いただきたいんですけど、まあこのちょっと見えてる天井、これっていうのはそのままクロスって貼れるのかな。もうそのままクロス貼っちゃおうかななんて思ってるんですけども、誰かお分かりの方いたら教えてください。さていかがだったでしょうか。まあだいぶ部屋らしくはなってきましたが、まだまだやらなければいけないことはたくさんありまして、まあ徐々に。片付けていこうかなと思います。番外編ということですが、今回も最後までご視聴ありがとうございました。道楽親父でした。